5月14日、日本時間、イカ同士に行われたガーディアンズ戦で、エンゼルスは屈辱的な大逆転負けを喫した。6対2と4点リードで迎えた8回裏、エンゼルスはリリーフ投手のワンツ、テペラがガーディアンズ打線に捕まり、一挙に6失点。6対8と逆転され、そのまま試合終了となった。大谷翔平は3番 DH で出場し、4打数1安打。 3回にはレフトへのタイムリーツーベースを放った。エンゼルスのブルペン陣の弱さは、開幕前から指摘されていました。しかも、キハーダとウォーレンが肘を痛め、共にトミー・ジョン手術を受けて、今季は絶望的となっています。スポーツライター。さらにエンゼルスにとって悪いことに、主軸打者の一人であるアンソニー・レンドンがこの試合の途中に、左足付け根の張りを訴えて交代。 ここ3年は怪我が多く出場が少なかったものの、今年はチームトップの打率点3 0 1と好調だっただけに、今後への影響が心配されている。この悪夢のような逆転負けに、エンゼルスの公式ツイッターは覆われ。あの状況でテペラを出すなんて信じられない。奴は最悪のリリーフだぞ、編集部役、以下どう。恥ずかしい負け方。そしてレンドンが故障 エンゼルスの野球が戻ってきたな。このチームには本当にうんざりしている。こうなると出てくるのが、これこそ大谷が移籍したがる理由。シーズンが終わって大谷が出ていく前にトレードすべき。そして有望な若手選手を取ってくれ。チームを再建するなら今だ。という大谷のトレードに関する意見だ。もはやエンゼルスのファンでさえ。 大谷がこのチームには見合わないことを十分に理解しているようだ。大谷が8月2日の期限前にトレードされる可能性は依然高いと言えるでしょう。ただ、それを否定する意見もあります。スポーツ専門局 ESPN は他球団幹部の話として、期限前にチームが完全崩壊しない限り、エンゼルスが2021年のアリーグ MVP をトレードする可能性はゼロだ、というコメントを紹介し、話題となっています。 つまり、エンゼルスがプレイオフに進出できるかどうかが決め手になるということです。また、エンゼルスのオーナー、アート・モレノ氏について、現代のベーブルースを追い出した男、になりたくないのだろう、との推測もされています。二刀流の元祖、ベーブルースをヤンキースに売ったとして、当時のレッドソックスのオーナー、ハリー・フレイジーは後世にまで批判の対象となりました。その二の舞はごめんだということでしょう。スポーツライター。 エンゼルスはここまで21勝19敗で、アリーグ西地区では首位レンジャーズから3.5ゲーム差の2位。アリーグは東地区の5チームがいずれも勝率5割以上で、エンゼルスがプレイオフに進出するとすれば、ワイルドカードの可能性は極めて低く、となれば西地区で優勝するしかない。これからの2ヶ月が、大谷の将来を決めることになりそうだ。